皆さんこんにちは。このビデオはみんなの日本語中級1第6課文法項目の1の2です。じゃあ始めましょう。まだ第6課の語彙と文法項目の1の1を勉強していない人は先にそちらのビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。みんなの日本語中級1第6課文法項目の1の2では、何々ってを勉強します。これは何々は、何々というのはと同じ意味です。何々のところにはトピックが来ます。例を見てみましょう。バンコクはどんな街ですか？バンコクってどんな街ですか？バンコクは、このバンコクはトピックです。バンコクについて話したいです。バンコクはどんな街ですか？イコール、バンコクってどんな街ですか？メンタルトレーニングというのはどんなことをするんですか？これもメンタルトレーニング、これはトピックです。メンタルトレーニングってどんなことをするんですか？何々っては、何々は、おは、何々というのはよりもカジュアルはコロキアルです。とても簡単だと思いますので、練習をしましょう。練習1、例。田中さんはどんな人ですか？田中さんってどんな人ですか？例のように文を変えてください。1番、日本語は難しいんですか？日本語って難しいんですか？日本語って難しいんですか？簡単ですね。2番、あそこに書いてある撮影禁止というのはどういう意味なんですか？あそこに書いてある撮影禁止ってどういう意味なんですか？あそこに書いてある撮影禁止ってどういう意味なんですか？撮影禁止はここで写真を撮ってはいけないという意味です。あそこに書いてある撮影禁止ってどういう意味なんですか？3番、今おっしゃったソフトというのは柔らかいということですか？今おっしゃった、おっしゃったは言いましたの尊敬語です。今あなたがおっしゃったソフトというのは柔らかい。柔らかいは英語でソフトということですか？今おっしゃったソフトって柔らかいということですか？今おっしゃったソフトって柔らかいということですか？ You can also say 今おっしゃったソフトって柔らかいってことですか？今おっしゃったソフトって柔らかいってことですか？今おっしゃったソフトって柔らかいということですか？日本人がソフトって言うときはソフトウェアのことです。4番、山本さんが会社を辞めるという噂は本当なんですか？噂、ルーマー。辞めます、quit。Leave the office. 山本さんが会社を辞めるという噂って本当なんですか？山本さんが会社を辞めるという噂って本当なんですか？ You can also say 山本さんが会社を辞めるっていう噂って本当なんですか？ちょっと言いにくいですね。ですからこちらの方がいいと思います。
山本さんが会社を辞めるという噂って本当なんですか？練習には A さんと B さんの会話です。皆さんは A さんの質問を言ってください。レイ、ワット先生はどんな先生ですか？ A さん、ワット先生ってどんな先生？ B さん、熱心で真面目でいい先生だよ。熱心。熱心はパッショナル、エントゥジアスティックという意味です。ワット先生ってどんな先生？熱心で真面目でいい先生だよ。例のように A さんの質問の文を考えてください。2番、バンコクはどんな町ですか？ A さん、バンコクってどんな町？バンコクってどんな町？ B さん、大きくて、人が多くて、賑やかな町だよ。大きくて、人が多くて、賑やかな町だよ。3番、撮影禁止はどういう意味ですか？ A さん、撮影禁止ってどういう意味？撮影禁止ってどういう意味？ B さん、ここで写真を撮るなってことだよ。ここで写真を撮るなってことだよ。4番、メンタルトレーニングというのはどんなことをするんですか？ A さん、メンタルトレーニングってどんなことをするの？するんですか？のプレインフォームはするの？メンタルトレーニングってどんなことをするの？ B さん、イメージの中で過去の自分と過去の自分、past self、向き合うフェイス、訓練はトレーニング、訓練をするんだよ。イメージの中で過去の自分と向き合う訓練をするんだよ。A さん、メンタルトレーニングってどんなことをするの？ B さん、イメージの中で過去の自分と向き合う訓練をするんだよ。5番、アポというのは何のことですか？ A さん、アポって何のこと？アポって何のこと？ B さん、アポイントメント、つまり in other word、 会う約束をするってことだよ。 A さん、アポって何のこと？ B さん、アポイントメント、つまり会う約束をするってことだよ。6番、今おっしゃったソフトというのは柔らかいということですか？ A さん、今おっしゃったソフトって柔らかいってこと？ 今おっしゃったソフトって柔らかいってこと？ B さん、いや、コンピューターのソフトのことだよ。 A さん、今おっしゃったソフトって柔らかいってこと？ B さん、いや、コンピューターのソフトのことだよ。You can also say、 今おっしゃったソフトって柔らかいということ？いや、コンピューターのソフトのことだよ。7番、プレイガイドというのは遊び方を教えるところですか？ A さん、プレイガイドって遊び方を教えるところ？プレイガイドって遊び方を教えるところ？ B さん、いや、映画やお芝居の、芝居はプレイをドラマ、エダ、ティアタ、チケットを売っているところだよ。 A さん、プレイガイドって遊び方を教えるところ？ B さん、いや、映画やお芝居のチケットを売っているところだよ。
今日はここまでです。お疲れ様でした。